ロベルト・アルタコビチ・ゼベリアンは、ロシア・ソチ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。1984年に、ソビエト連邦のソチで生まれた。2002年、地元のクラブ FC ・ジェムチュジナ・ソチでキャリアをスタートさせた。2003年、所属クラブのジェムチュジナが解散したために2004年、ジェムチュジナの後継のクラブである、ソチマイナス・レイヨンに移籍をした。 2006年、一部の FC クバ番クラスのダールへ移籍をした。クバ番では初年度からゴールを量産し、クラブ内でトップとなる23ゴールを挙げ一部では、イエフゲニー・アルヒモフに次いで2位となるなど活躍。クラブも2位となりロシアプレミアリーグへ昇格。実りの多いシーズンを送ったものの、翌シーズンはわずかに試合だけの出場となり、シーズン途中で FC ヒムきへ移籍。 2008年2月、FC バルチカカリーニングラードへ移籍をしたが、27試合に出場して3得点と振るわず、2009年2月、フルスのジェムチュジナソチへ移籍をした。2部では、出場32試合で20得点を叩き出しクラブ内2位の得点を挙げ昇格に貢献をした。2011年、ベラルーシの FC ディナモ・ミンスクへ2年契約で移籍をした。 2011年7月9日、カザフスタンプレミアリーグで2010年度にリーグ初優勝を果たした FC、トボルへ移籍をした。2006年11月15日、UEFA ユーロ2008予選の対、フィンランド代表との試合でアルメニア代表デビューをした。2008年以後は代表に呼ばれることがなくなったが、2009年から、 アルメニア代表を率いているバルダン・ミナシャン監督から2011年3月26日に行われるロシア代表戦に召集された。しかし3月26日に行われた UEFA ユーロ2 0 1 2予選のロシア代表戦では試合は愚かサブメンバーにさえ入れず厳しいものとなった。ありがとうございます。